やっほー、お久しぶりです。 YouTube の皆さん夏目秋です。いや、まだなんかな、頑張って喋ったら席出るわっていうことで、 X とインスタ、Facebook も含めて見てくれてる人は分かると思うんですけど、今年マジ災難続きすぎいやマジで、いやほんまなんか頑張って喋ったら席出そうよ。またいや落ち着こう落ち着こう一回でもまあなんか今日動画撮ろうって気持ちなんで動画撮ってますけれども、あの今日はですね、あの、まあ、仕事終わった後夕方声があの出てないってことは、7月の5日から出てないっていう話は、まあ各 SNS で言ってきたと思うんですけれども、まあ、まだ3週間経っても「え声どう?」とか言って、あの先輩議員さんとか仲間の議員さんに聞いたら「いや何か夏目ちゃんまだ鼻声やで」とか言われたり、何か自分的にも治りきってない気がするし、何か耳も何か若干まだ変な違和感あるしってことで行ってきたんです、病院で。まあこの肋間筋ってやつも何かこう、元々は咳から始まったんで、風邪かよくわからないけど、もう咳が続くっていう症状からまず3週間始まって、ライブあってライブあってリハあってリハあって公演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 あっ て, あってみたいな。でその間に人の毎日のように会ってるから、もう喋りまくり喋りまくりで常に声を使っていますみたいな感じだったんですね。その喉が悪い中で、喉っていうか喉は痛くないんですけど、実際一回も痛くなってないです。その、もう咳と声帯のみです。苦痛。で、後から来たのが、咳のしすぎで、まず肋間筋と耳。なぜか耳にも変な不具合やってきたみたいな感じが続いて、それまだ終わってませんね、それが。6月の頭ぐらい、からかな、半ばかな、から始まったです。元はといえば。いや、そんな悪化するみたいな、私だけやで。流行っとったんですよ、その周りで。咳だけの風邪っていうか、多分みんな熱とか出てないと思うんですけど、咳だけみたいな流行ってて。その流行に私も乗りまして、今に至る、まだ若干喋りづらいっていう。しかも、3月は胃腸炎になったじゃないですか。で4月は、地元に帰った時に、おかんがまず熱出しとったんですよ。友達の結婚式地元に帰っとったんですけど、で、おかん熱出しとるから、ほとんど1階と2階で私の部屋で生活しとって、その前ずると。ほんで、全然1週間映らんかったのに、東京戻ったその日に、新幹線の中で発熱して、あ、もう絶対熱出たな、みたいになって、1週間で、こう、同じこと起きるっていう。で、5月帰った時は何もなかったですけど、ほんで7月は仕事で帰って、まあそういうことが起きると。なんで、3月も1、2週間ぐらい多分苦しいんだでしょ。熱自体治ったとしても、あのね、胃腸炎やから、そういうね、あるやん、そういうんが。で4月の時も結構長かったですね。それも5月4月末から5月の頭ぐらいまでは多分しんどかったかな。だから10日間ぐらいはあったんちゃうかな。ほんで6月の半ばから今1ヶ月以上経っとるから、もう全部一番の始まりから続きすぎやろっていう。ほんで辛いところはまず、あの4月の時もそうやったけど、東京戻ってきて、その時その熱出たのほんまに38度ぐらい、2日ぐらいかな。しかも38度3分とかそんなんやったと思うんやけど、そんな9度とか40度とかっていうわけではなくって、でそっか微熱がずっと治らへんみたいなのが続いとったやな、確か。ほんでなんか治らんことが怖かって、なんか多分心臓バクバクしてたんですよ。でもそれ話したと思うけど、で今回も熱一個も出てない。別に鼻水ズルズルなわけでもない、鼻声やけど鼻水めっちゃあるって感じじゃなくて、鼻も別に通ってるし。ほんであの何やったっけ、それ以外ないですよ。頭痛とか風邪っぽい、風邪感ないですよ。その熱ないから。
って声だけこんな感じみたいな。で別にしんどいとかもないです、そこまでなんかもう息しづらいみたいなあるけど、そのなんか声出えへんし、なんかこの辺痛いし、それだけなんやけど、なんか心臓バクバクするんが2回あったかな、この声出えへんなって。それ1回目はあの風呂場で急にズーンってきたんですよ。あかん、これ心臓バクバクしてきたみたいな、不安や、不安やからやみたいな。でそのなんか前それをツイッター X で書いた時に、なんか予期不安とかなんかパニック障害のなんか前兆みたいな、なんかそんなような書いてくれてやん、みんな多分それやと思って、あ大丈夫、絶対死なへんけど死ぬかも、息止まるかもみたいな、この瀬戸際なんですよ、こうでもドキドキドキってして1時間ぐらいしたかな、それで人にその時喋っといてもらって、喋れんのにこっちで、もうこっちはもう無言やけど、不安やからちょっとつないどいてみたいな、そんなやったんです。実家におったけどなんかお母にも言えんくて、なんかもうほんで東京帰ってきてもなんかご飯食べに行ってて、そこ8階のレストランやったんですよ、原宿の表参道か、なんか分からんけど元気やから出かけとんのに、なんかそのレストラン着いた瞬間なんか分からんけどドキドキし始めて、またあ喋れん、今喋ったらあかんみたいになって、ちょっと携帯のメモで、スマホのメモで、ちょっと今しんどいみたいな、でも大丈夫って収まると思う、頭では分かってるからそれ伝えてっていう、その時だけの最強の恐怖みたいな、それがちょっと体調悪くなるために出現率高くなったんですよ。これマジ生きづらって感じ、これ続いたらどうしようみたいな。でもその時だけなんですよ、普段から不安があるわけじゃないし、普段からネガティブな感じでもないし、普段は考えないですよ、もうほんまにその時だけ不安一点集中みたいな、バクバクバクっていうんだ。これマジ頻度が1ヶ月おきにあるじゃないですか、今体調不良が1ヶ月おきにあるから、いやマジ嫌やなと思って、それってことで今年災難続きすぎやろっていう。しかもこの声の不調はもう10年ぶりなんですよ。で、まあ、先生もほんま久しぶりに会って、でまあプレドニンが出たんですよね。やっぱ声の不調ってステロイドが一番効くって言われて、でほんでもう治り方おかしいから、まあ言っても喋らんって無理なんで、体元気、熱もない、声帯だけの不調で仕事休むって普通に無理やん。だから喋らんって無理やから、喋るじゃないですか、その普段なんかこうささやきでも声が出んくでも意思伝えてたんで、ささやきとかでも、でまあだから治り方おかしなっとるらしいんですよ、そのなんかこうデコボコで、それが平らにならんと綺麗には戻らんらしいんですよ。で平らになるためにはステロイドとか吸入とか、まあ、こういう液体、カシュ用吸入液っていうのなんかもらったんですけど、まあ、そういうプレードにも結構5日間分で、しかも5ミリを2錠やから10ミリ1日飲まなあかんとか、それ自体恐怖やし、だってプレードに3年間ぐらい飲んでなくて、これ声の不調でプレードに使ってまたムーフェイスになって嫌やなとか、それが5日間やからあんまり副作用なかったとしても自分的には怖いっていう気持ちがあるんですよね、実際。いやなんかこうなんかいろんなこと考えて、もう総合的に思ったのは、私自身の性格って普通の人にまあまあ度胸ある方やと思うんですよ。だって一人で東京来て、全く小学校の時めっちゃシャイやったのに、人前で何百人の前で喋れたり歌歌ったりできてるわけじゃないですか。人がせんようなことしてる。で、議会もそう。その議員なんか普通の人ない。やのに、なんでこんなビビリなとこビビリなんやろみたいな。病気に対してもそうやし、その心臓バクバクの根幹って多分死ぬことへの恐怖とか、怖いもん見すぎ。コロナのニュースで怖いもん見すぎて、そのせいやと思うんですよ。なんでそこをビビるんねんって思ってるんやけど、ビビってしまう自分がおって、まあ、それが今生きづらいなっていう感じです。ちょっと10分以内に動画を収めたいんで、この辺で終わります。バイバイ。